絶対欲しい。巨人が今オフに取りそうな FA 選手3人プラス1人。昨年オフに投手陣の補強ができず、開幕してから案の定投手陣崩壊で一度も優勝争いに加われなかった今季の巨人。守護神大勢も今季は2軍落ちで勝利の方程式が作れませんでした。勝てた試合を何度も落としました。今オフの巨人は FA 投手を取りに行くことは間違いありません。 CS3 位に入れなければさらに血の入れ替えを行うことでしょう。今オフ巨人が絶対に欲しい3人プラス1人の投手を検証していきます。1人目、投打に活躍、優勝請負人のこの投手。1人目はオリックス山崎福也投手です。日大三高から明治大学を経て2014年ドラフト1位でオリックスに入団。1年目の2015年から開幕ローテーション入りを果たし、17試合出場、先発としては12試合に登板、3勝6敗、防御率 4.53。 2015-2016 は先発と中継ぎの両方で起用され、2017年からは本格的に中継ぎに転向しました。入団5年目まではシーズン3勝が最多で、通算10勝止まりと物足りない成績に終わっています。山崎の転機となったのは、再び先発として起用されるようになった2020年から。2020年は14試合に先発し、5勝5敗、防御率 4.50。 2021年にはキャリアハイとなる8勝を記録するも10敗を記録。2022年も5勝8敗と負けが先行するシーズンが続きました。2022年シーズンは5勝8敗2ホールド、防御率 3.45 に終わった山崎ですが、ポストシーズンでは日本シリーズ第2戦に先発して4回無失点の好投、打席でも先制タイムリーを放つ活躍を見せました。第6戦にも先発し、5回無失点の好投で勝利投手となり、チーム26年ぶりの日本一に貢献。同シリーズの優秀選手に選出されました。今季は8月末時点で18試合に登板し、9勝3敗、防御率 3.45。 昨年の日本シリーズから覚醒しましたね。今季2度2軍落ちしていますが、1軍に復帰するたびに力をつけ、チェンジアップ、食ったようなスローカーブ、落ちる変化球を武器に貯金ができる投手に変わりました。5月27日西武戦から6月25日ソフトバンク戦まで5戦5勝と抜群の安定感を見せ、自身初となる6月度体重生命月間 MVP を受賞しました。6月13日のヤクルト戦では9番ピッチャーとして3打数2安打1打点と野手顔負けのバッティングを見せました。高校時代は強打者としても有名で、甲子園では大会計13安打を記録し、1大会における最多安打の最多タイ記録を樹立。交流戦では21年から2年連続で安打を記録しています。今季どこが変わったのか。今季はここまでストレートの平均球速は140キロ前後ながら、チェンジアップとカーブを生かした緩急のあるピッチングで凡打の山を築いています。特にチェンジアップのキレが良く、6月25日の試合で9回2アウトまで完封されたソフトバンクの藤本監督は、山崎が良かったから、なかなかあのチェンジアップを多投されたら打てない、いつもの投球じゃなかった、今まではまっすぐ、スライダー、カットボールだったのがチェンジアップがすごく増えていた、対応できなかったと話しています。チェンジアップとカーブに加え、スライダー、フォーク、カットボールと多彩な変化球を操り、テンポの良い投球をすることで味方打線をリズムに乗せ、援護点を多くもらっています。勝ち星を伸ばす要因となりました。昨シーズンのパリーグの平均援護率は 3.53 でしたが、今季の山崎はこれまで援護率 4.33 と平均を大きく上回る援護を受けていることがわかります。また前半戦だけに限れば援護率は 5.50 と圧倒的な数字です。飛躍のもう一つの要因として考えられるのが、バッテリーを変更したことです。昨年までは
伏見トライとバッテリーを組むことが多かったですが、伏見が日本ハムに FA 移籍したことで、今季からは若月健也とコンビを組む機会が多くなりました。若月は多くの球種をバランスよく要求し、的を絞らせないリードが光っており、内角に変化球を要求するなど強気なリードが山崎の良さを引き出しています。また若月は試合前にナイーブになりがちな山崎のモチベーションを上げることも気にかけており、山崎は固くならずに楽しんでいこうぐらいの感じでいつも声をかけてくれる。若月の言葉のかけ方が本当に落ち着かせてくれる感じなのでありがたいですと新しい女房役との相性の良さを語っています。また今季の好調の要因は新型コロナの影響を受けた2020年シーズンにあるそうで、シーズン開幕が遅れた時、その期間で自分の練習ができて、その年から先発で回れるようになった。その辺から少しずつ自信も出てきましたし、技術的にレベルアップしていったのかなと思います。投げ方も見直しましたし、肉体的にも多くのトレーニングをしてきましたので、それが今生きていますと語っています。巨人は取りに行くか。巨人は全力で取りに行くと予想します。巨人 OB がこう言います。リーグ V3 を狙うオリックスを引っ張る左のエース格は埼玉出身。東京の日大三で甲子園準優勝を経験して、名大を経てプロ入りした関東人。さらに父の明弘さんは元巨人選手で、昨年まで巨人で打撃コーチを務めた縁もある。今季の年俸6000万円は保証のいらない C ランク。原監督はこれまで住谷や丸を FA 補強した代償として、宇都宮や長野らを取られた人的保障に悩まされてきた。それがないのだから取りに行くでしょう。さらに巨人の先発投手は左腕が手薄です。グリフィン、メンデスは残留しそうですが、高橋優希は復活の兆しが見えず、井上春と横川海も来季は良くなってくるでしょうが、まだ計算できません。山崎福也が先発ローテの一角王になったら先発陣は安定します。打席に立てるセリーグであれば山崎の長所がさらに生きそうです。ただ山崎が巨人に魅力を感じるかが大きな問題です。一つ目が森友哉。去年巨人が森友哉を調査していましたが、森はすぐにオリックスに決めてしまいました。森にとってオリックスは地元大阪であることもありましたが、のびのびできる環境も決め手だと言いました。環境に関してこんなコメントがありました。能見さんがオリックスから引退後のコーチの要請を断った理由の一つとして、監督コーチが献身的に選手のために動いていて、オリックスの首脳陣の方々の仕事ぶりを見たとき相当しんどいなと思った。選手のことを思ってここまでするの？と言って、自分にはそこまではできないとおっしゃってたから、おそらく FA 先ではそこまでのサポートはないんじゃないかな。オリックスは注目度が低いからこそのメリットもあって、マスコミや谷町に振り回されず選手がのびのびできる環境だと思うし、それでも引退後にセリーグの経験は生きてくるだろうから、本人が出たいと言うならしょうがないけど苦労はするだろうし、今までどれだけ恵まれた環境でできてたのかもわかるだろう。さらに山崎のお父さん明弘さんは1979年ドラフト2位の巨人選手です。10シーズンを巨人で過ごしました。その後2021年だけ巨人で巡回打撃コーチをしています。お父さんに巨人の環境面の話を聞くことになるでしょう。ただ冷静に見たとき、打席に立てて関東戻れて年俸が跳ね上がってといいことばかりなんですよね。引き止めるには引退後のポストぐらいつけるしかないのかな。でもこの間の能見さんの記事見た限りでは指導者向きではなさそうだしな。オリックス首脳陣の下で野球できる幸せをご本人がどこまで評価するか、ご本人が努力して掴んだ権利なので悔いのない選択をしてほしい。移籍すると条件が良くなる一方で、オリックスだから活躍できたという声もありますね。オリックスは現在2連覇中で、選手が力を発揮しやすい環境のようです。
オリックスは山本由伸がメジャー移籍しますから、オリックス球団としては山崎を FA 宣言しそうな若月と共に全力で引き止めにかかるでしょう。巨人は楊大観、伊能たち FA で活躍できなかった選手に厳しい印象です。活躍できなかった時のケアも必要となりそうですが、巨人は全力で取りに行くでしょう。巨人に入ったら来季の先発ローテに厚みが出て楽しみですね。二人目、サクオフ単年契約で FA に備えたこの選手。二人目は西武ライオンズの平井克則投手。本田技研鈴鹿から2016年ドラフト5位で入団。社会人時代から球は速くなかったですが、スライダーが抜群で、特に右打者にはサイド特有の球筋で、プロでやっていけそうという評価でした。球が入ってくるインスラ、球が逃げる外スラが中心の組み立てでした。ドラフト5位ながら社会人出身の即戦力タイプで2017年から活躍。成績は42試合、2勝0敗、4ホールド、防御率 2.40。 2018年守護神の増田達志へつなぐ勝ちパターンの系統に起用され、64試合3勝1敗21ホールド。翌19年の81試合登板は稲尾和久を抜いてパリーグ新記録、81試合5勝4敗36ホールドと活躍し、チームのリーグ優勝連覇に大きく貢献。2020-2021 年は怪我もあり打たれることもありましたが、60回以上登板。22年は先発救援で30試合登板、6勝8敗2ホールド、防御率 2.89。 先発救援でチームを助けてきました。オフの契約更改では球団からの複数年契約を誇示し、1200万円増の推定年俸8000万円の単年契約。先発救援で貢献してきたにもかかわらず、翌年 FA 権利を行使するかもしれない平井に少々少ないアップ幅でした。今オフは西武球団が平井をどの程度評価するか、まず注目です。今期の平井は8月31日現在、41試合 40.2 回3勝3敗20ホールド、防御率 2.88。この物差しになるのが増田達志です。2019年65試合4勝1敗30セーブ7ホールド、防御率 1.81 で年俸1億円から9000万円アップの1億9000万円。2020年シーズンは65試合5勝0敗33セーブ、防御率 2.02 で年俸1億9000万円から3億円の4年契約を勝ち取りました。平井は2019年81試合5勝4敗36ホールドで年俸3500万円が1億円にアップしたことと、増田の成績を加味すると、平井は年俸8000万円から3年契約1億1000万円を提示するのではないでしょうか。巨人は平井を取りに行くか。巨人は平井を取りに行くと思います。巨人は年俸7400万円だった梶谷を2億円で獲得しましたが、今回はどうでしょうか。平井は2020-2021 年に怪我をしています。今年は FA 権利行使のためにモチベーションが上がっていて、怪我を押して出場していることもあり得ます。来年そのツケが来て怪我でしばらく投げられないことも考えられます。西武からの移籍といえば野上龍馬がいました。2017年西武時代の年俸5000万円から3倍増、年俸1億5000万円の3年契約を結びました。2018年25試合 71.1 回を投げ4勝4敗1ホールド、防御率 4.79。 2019年13試合18回を投げ1勝2敗1セーブ3ホールド、防御率 3.50。 2020年登板なし。2021年は年俸3000万円に減俸。2021年9試合 16.1 回を投げ0勝1敗4ホールド1セーブ、防御率 1.65 で引退した痛い教訓があります。
これらのことから平井には年俸を1億5000万円プラス出来高にするといいと思いますが、年俸2億円の4年契約を提示するのではないでしょうか。3人目、原監督が好む制球力抜群のこの投手。3人目は日本ハムの加藤貴之です。2015年ドラフト2位、プロ1年目から中継ぎで開幕1軍入りし、2年目には開幕ローテーション入りを果たします。2022シーズンは安定感のある投球を続け、8勝7敗、防御率はリーグ3位の 2.01、 ストレートは平均球速130キロ後半と遅いもののキレがあり、スライダーやカットボール、フォークなど多彩な球種をゆったりとした二段モーションからリリースの瞬間だけ力を入れ、直球と同じ腕の振りで変化球を投げ分けます。武器は抜群の制球力です。2021シーズンは先発した25試合のうち3四球以上を与えたのはわずかに1試合で、予四球率は 1.26。 これは今オフにメジャー移籍が噂される山本由伸を抑えリーグ1位、さらにプロ野球新記録となる予四球率 0.67、 シーズン予四球11を記録。予四球11は72年ぶりに最少記録を更新する快挙でした。今季も21試合に先発し、7勝8敗、防御率 2.85、 完投3、完封1と勝ち星は先行していませんが、安定したコントロールを見せています。8月22日、6回94球9安打2失点で7勝目を挙げ、94球で降板となったことについて新庄剛志監督は、ちょっと肘に張りが出たみたいで、いけるとは言っていましたけど変えましたと大事を取っての交代だったと言っています。問題ないでしょう。他のチームであればもっと勝てたことは明白で、計算できる投手ですので、 FA 宣言したら争奪戦になるのは間違いありません。加藤は前年に球団が複数年契約を提示するも固辞しています。加藤はかつて生涯ファイターズ宣言をしたことはありましたが、 FA 宣言する可能性は十分ありそうです。候補としては投手不足のソフトバンクや楽天、そしてロッテが噂されています。特にロッテは有力です。理由として加藤が千葉出身であること、そして吉井監督の存在です。吉井監督は2016から2018年にファイターズに投手コーチとして在籍。吉井監督にはプロ1年目から指導を受けており、技術だけじゃないことも教えてくれた、答えをくれる人だった、吉井さんに認めてもらえるように頑張らないといけないと加藤は信頼を寄せていました。加藤については水面下でほぼ全球団が調査を進めているという話もあります。仮に宣言した場合、日本ハムは全力で引き止めます。現在の年俸は1億3500万円。1億円アップの2億3500万円前後を提示しそうで、4年契約をつけると思われます。今年倒壊しているソフトバンクが参戦することも間違いなく、1億円以上アップをしてくるでしょう。我が巨人も投手の補強は絶対ですし、加藤は味方の援護があれば勝てる投手であり、13勝して貯金が作れるタイプですので、3億円前後を提示することもありそうです。いくらまで上がるのか想像できませんね。平井より加藤の方が怪我のリスクが低く計算できそうです。プラスワンはこの投手。最後にプラスワンはこの投手、前田健太です。日本球界に復帰する話が出ています。今季は16試合3勝7敗防御率 4.69、 ドジャースとの8年契約を結びましたが、トレード拒否権がなかったこともあり、ツインズにトレードされ、今季でその8年契約が切れます。前田が尊敬する黒田博樹氏は、まだメジャーでやれる力がありながら、最後は広島に恩返しすると広島に戻り、2シーズン活躍。現役最後の2016年には10勝8敗をマーク。カープを25年ぶりのリーグ制覇に導き、2016シーズン限りで現役を引退しています。
前田は黒田と同じ道を歩もうとしているのではないかと予想されているのです。前田が日本球界に復帰するとなると、投手が欲しい巨人、ソフトバンクが参戦する可能性があります。もし前田が巨人に入ったら、先発の厚みが増しますし、若手を成長させてくれる存在になるでしょう。前田との交渉に関しても、PL 学園の先輩、桑田真澄ファーム総監督がいます。しかし、前田自身、日本に戻るときはカープを選択するでしょうから、巨人、ソフトバンクとの交渉の席に着かないでしょうし、そもそも巨人も前田取りに参戦しないでしょう。広島は実績ある選手の花道を考える球団です。昨年広島は、長野の最後は巨人がいいと言って長野久義を巨人に戻してくれました。巨人はその前田と広島の花道を邪魔することはしないでしょう。前田が巨人に入ったら、丸義弘もまた元気になりそうですし、若手は成長しそうだと想像してしまいますが、前田健太はメジャーか広島でしょう。前田健太は欲しいけど、チャチャを入れないことにしましょう。 FA 戦線、絶対欲しい3人とプラス1人まとめ。今オフは FA 宣言しそうな有力選手が多くいて楽しみですね。去年は投手を補強できなかったのが今シーズン開幕から響きました。巨人は自前で若手を育成しながら、外から良い投手を獲得していくことになるでしょう。巨人は山崎福也、平井、加藤は獲得しに行くと思いますが、どう思いますか？ご意見、ご感想がありましたらコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日も動画をご覧くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。